私、まだ今期のさ、アニメ全部終えてないんだ。今日ラムのラブソング歌ったけどさ、うるせえ奴らもまだ見れてないんだよ。でもオープニングめっちゃ可愛かった。ラムちゃん惚れるんやが、ニコ、ラムちゃん。ラムちゃん好き好きなんですけど、今のところ。可愛すぎる。しかもニコ好きな上坂すみれさんが CV でさ、マジでやばいわ。水星の魔女は見てたけど、最新はまだ見れてないな。今期はおすすめ。今期はだってでも、チェンソーマン、めっちゃ面白かったから見たいでしょ？伊勢川おじさんも、まだ実は終わってなくて、ま、いろいろね、ご時世のさ、問題があってね、結構、今期に延期してたんだけど、伊勢川おじさんあと5話ぐらい残ってるやろ？と、ポプテピピュッコもちゃんと見たよ、なんか。ああ、懐かしいな、ポプテピピュッコとか思いながら。そう、頭おかしくなりそうになりながら見たし、ヒロアカも見てるし、スパイファミリーもちゃんと見とるし、あといっぱいあるよね、他にもなんないけん。あ、ブリーチもね、ちょっと見たんだけど、なんかブリーチさ、ジャンプ作品の中でもさ、全然触れてないんだよね、意外と。ブリーチとリボーンの後半見てないんだよね。なんだって、すいません。そうなんですよ。いや、家族はブリーチちゃんと見てるんだけど、ミコだけ見れてないんだよね。そう、ミコはどっちかってナルトとワンピースと銀魂とか、そこら辺見てた。ほんで見れてないんだけど、ブリーチは、今やってるやつの1話は見た。でもなんか全部さ、なんか、今期のアニメすごい良すぎて、なんか、すごいなって。なんか、アニメ業界、なんか、すごいんだなって、思ったよね。スパイファミリーのエンディングはね、もうぐるぐる回りすぎてね、逆にね、気持ち悪くなった。チェーンソーマンのオープニングかっこよくない？めっちゃかっこよかった。犬かわいかった。犬、チェーンソーの犬。推しの子も楽しみ、本当に楽しみ。